森をそのまま突っ切ってもよかったんですけど、マカラーニャ旅行講師 SOS、 マカラーニャ旅行講師からの SOS をキャッチした。詳しいことはわからんが、やばいってことに間違いない。大赤屋が向かってったみたいなんですけどね。魔物、みんなどうして魔物が。マカラーニャ寺院じゃないか。水没してても魔物には関係ないらしい。解説してる場合じゃないってば。ユナ助けよ。報酬は私が払ったっていいぐらいだよ。そういえばそう、ここも今はないけど寺院があって、やっぱりそこから魔物が出てきちゃってるんですね。旅行工事の安全を確保せよ。襲ってくる魔物を蹴散らして旅行工事を守れ。途中で回復する暇はない。連続バトルに耐えるんだ。クリア条件は6連続バトルを勝ち抜け。連戦かというわけで戦いましょうね。ロビン2たちがね。あ、でも魔物がほんと強そうですね。でっかいキマイラまでいる。牛江さん一家かな。あ、とりあえず3体いればなんとかなるでしょう。アクアブレス、水はちょっと機械には結構効いてしまうんじゃないか。ブンドル、フル落とし射撃、いいぞいいぞいいぞ。すごいダメージ入るからね。なかなかこいつは倒れませんね。一応まあ片付けはしましたけど、回復ができるかな。途中で回復する暇がないとは言ってましたからね。逃げるって選択肢もあるけど、勝ち抜けないといけないので、まだまだ行こう。今度はキマイラいないんですね。ガトリングコブラがもう弱ってきてるから、そろそろメガポーション使ってくれないと危ないんじゃないか。メガポーションそろそろ使ってくんない？よし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 。アイテムシューターのスフィアがほんと便利すぎる。まあ、ロビン2が結構頑丈ですからね。彼さえ生きていてくれれば戦闘はどうにかなりそうな気はしますけども。一応これで2戦目も突破できた。まだバトル、今度はプリンと硬そうなやつ。一応まあ盗めるものは盗みながらやっつけていってもらいましょうね。月のカーテンとか素材をどんどん集めていってもらいたい。そこまでなんか打たれ強い敵じゃないとすぐ戦闘回って楽なんですけどね。これが4戦目か。またキマイラと飛んでるやつ、イービルアイですかね。なんか構えとる。サンダが、効かないね。コブラが結構ダメージ受けちゃったけど、まだ耐えられるかな。フル落とし撃、いいぞいいぞいいぞ。ガシガシ打ってけ。敵に行動させるとまずいね。大技放ってきそうなんで、アクアブレス血を減らして、コブラこれ以上食らうと危ない。メガポーション使ってくれるかな。メガポーション使ってくれると非常に嬉しいんですが、その前に戦闘終わったか。お、戦い終わった後の回復いいね。こういうタイミングで使ってくれるのも非常にありがたい。まだバトル。魔物の数がちょっとずつ減ってはいるみたいなんですけどね。バビューとかオーバーソウル、オーバーソウルすると強くなっちゃうけど、いいものも盗めるようになるんじゃないのか。なんかぶんどっといて。光のカーテン6個、強くはなってるみたいですけど、1対3ならこっちが圧倒的有利なはず。案外サクッとやれましたね。これが6戦目なので、これを勝ち抜けば、旅行工事は守り切ったってことになると思うんですけど、大丈夫かな？ここまで来て、やられたりするんじゃないぞ。メガポーション、回復。いいね。これで、完全勝利かな。魔物も打ち止めか。中、大丈夫かな？入ってみよう。とりあえず魔物は片付いたみたいですけど、もうすでにアルベド族の皆さんはやられちゃってるみたいですね。経験すげえ入ったな。アイテムまでたくさんもらったか。6000分の戦利品が入ってるわけですね。
剣士の誇りをゲット。リザルトプレートまで。あ！我もアンガイブフイオホヨトトチャトトチャアデ魔物はチアミア。喋っちゃダメだってば。ヨエヌイブフイオオザベイユテサ。おい、何がどうしたってんだ。兄ちゃん、あんたらに借りた金返しに来たんだ。返す前に死なれちゃ踏み倒したことになっちまう。しっかりしろバキ野郎。大赤屋の名折れじゃねえか。やっと借金返せたと思ったのにな。悲しいもんだ。もっと早く助けに来てやれればよかったのに。バキ野郎。とりあえず店は守ることはできたんですかね。アルベド族とやられちゃいましたけれども、戻るしかないか。あ、宝箱あんじゃん。ちょっとこういう空気で拾いに行くのもあれだけど、宝は拾っとこうね。エクスポーション有効活用させてもらおう。俺はこの店を守るぜ。どんなことがあってもな。客より魔物が多そうな土地だぞ。だったら魔物どもと商売してでも店を続けてやる。ここの明かりが消えちまったら店守って死んだ連中が浮かばれねえよ。あんたらもたまには顔出してくれよな。お若やもな、最初は初めて出会った時はなんかな、嫌なやつって感じだったけど、商売人としての心意気はしっかりしてるよな。泣き間があったら開店準備だ。弔いが終わったらな。なんだかんだまあ借金な、取り立てには来ていたけど店守るために一生懸命戦ってくれたんやもんな。いいことあるといいですけどね。通信スピア、一応シンラ君ここにも置いていたんだね。あとはそうだな、森の中ももうちょっと調べてみましょうか。森の住人の話とかもちょっと聞いてみたいですからね。どの塚は僕らのこと大嫌いなんだって。もうな、一部のグアド族がやばいことやらかしただけでな。あ、ちびっ子たちが遊んでる。福田かお出かけ中だしさ、何してもいいよね。あんま、うん、はめ外さないようにね。ちびどんがは。ほら、もう演奏行きたいのにお留守番だっぺよ。私、内緒の友達見つけたっぺさ。内緒の友達。ベライもいないし、呼んでやるっぺ。おーい。こいつは、スフィア・マナージュさんじゃないか。2年前なアーロンさんが呼び覚ました。やべえやつ、バリアチェンジしてくるやべえやつ。ぐねぐねくるくる動くよね。一緒に遊ぶと楽しいよ。遊んでくれるのか。襲ってこない。あ、リザルトプレートくれた。吹きすさぶ風ありがとう。意外といいやつ。え、押しつぶしてきよった。やっぱりあの敵意出してんじゃねえかよこいつ。見かけによらずいいやつなのさ。話しかけるとじゃれてくるよ。いや、じゃれてるっていうかこれ押しつぶそうとしてるじゃねえか。プレスで割合ダメージ受けちゃう。やばいやばい、逃げましょう。ダメージ受けてはないよな、さすがに。怖いやつだな。まあ、いや、リザルトプレートくれたし許してやろう。森であとはなんかできることあったっけな。またなんか宝箱が復活してるとかそういうのがあるかもしれんので、ちょっとあのこの光の道だけでも通って調べてみましょうかね。ドンガとかプクタクとかベライは、そうだ、今トーブリさんに呼ばれて出張中だからな。まあ、ちびっ子たちはお留守番でスフィア・マナージュと遊んでるわけだ。金の腕は、腕輪は MP 増やすやつでしたっけ。ちょっと整頓しましょうか。
MP60% アップ、いいっすね。 MP いっぱい使う技っていうのも、まあ、ちょこちょこ覚えてきてはいますからね。いろんな、なんというかアクセサリーで戦略の幅は広げておきたいかな。というわけで、マカラーニャ周りの話もだいたいこれで片付いたみたいなんで、飛空艇戻りましょうかね。よしよし。たまには湖のお店にも、まあ、行ってやろうな。お若いまだまだちょっと応援してあげたい。固定の影か。なんかアルベド族の人がね、死ぬ間際に湖の底に大きな影が見えたみたいなことは言ってましたけどね。戦闘員、ロビン2以外の2体ね、コブラとキラーマがレベル結構上がったので、魔物人生も見届けてやれそうなんですけど、そうなぁ。ちょっと送り出す前にまたコロシアム行ってみましょうか。僕いろいろ知ってるし。クリーチャークリエイトから、魔物コロシアムですね。結構今の3体が戦闘力高いし、これだったら前に戦ってね、なかなか優勝できなかった。レギュラーカップハードもまた優勝できるかもしれませんね。1回だけしか優勝してないんですけど、ここもちょっと何回か繰り返し優勝してね、戦える相手っていうのを増やしていきたいので、しばらくここを周回しよう。シミュレーターで戦える相手増えていけばね、レベル上げとかもだいぶやりやすくなりそうなんで。つうわけで最初は恐怖の空。前にこいつと戦ったことありますけど、めちゃくちゃ強かったですからね。一体の巨大なルフ、殴りがめちゃくちゃ痛いので動かれる前に仕留められればいいんですけど、今のガードって出てましたけどね、こいつの殴りの攻撃が確か石化の追加効果がありますんで、ゼンステータス耐性とか持ってるねクリーチャーじゃないと石化しても動けなくなっちゃうんですよね。まあでも機械たちはそういうの効かないから、ダメージはね受けちゃうにしてもそのまま戦い続けることはできますかね。おお、倒した。すごいダメージ出たね今。4900って。強い相手ですけど、やっぱその分経験値もうまいか。おっと S、まあ、もらっときましょうか。その次が、ノーアポロジーズ。謝らない。聞かぬこびぬ顧みぬ。機械か。ジーンの機械と、ルブラン一味にアルベドの機械、強いのはどっちだ。数で言えばこっちが有利ですけど、割と向こうも打たれ強いね。攻撃のダメージが結構痛いか。向こうの攻撃のタイミングで星を減らしとかないとやっぱりすごいダメージ受けちゃいますね。ちゃんとどっちか片方を集中効果して早めに数を減らしてほしいんだけどね。星を減らさんってやっぱ砲撃でどんどん HP を減らされるので。お、よしよし。そしてメガポーション。本当、優秀だね、コブラも。送り出すには惜しい気がする。捕獲ポット L。L も、まあちょっと取っときましょうね。で、決勝戦が、ヘビーメタル。ヘビーメタルは前にも戦ったことなかったっけ？でっかい、ウルフラマイターかな、こいつ。痛いね。痛いけど、アダマンタイト持ってるロビン2なら、普通に耐えられるから。意外と大したことなかった。硬いだけで HP はそこまで高くないのかな。経験値もそしてしょぼい。初戦のなんだろう、ルフの方がずっと強かったよな。まあ、とりあえずこれで、2度目の優勝を果たしました。やったぜ。魔物人生ボーナスも、もらってますね。もう多分レベル十分上がってるから、最後まで見れるようにはなってると思いますけど、タロットカードまでもらえちゃう。やったね。っていうわけで、まあ、2度目の優勝を果たしたわけなんですけど、繰り返し優勝していると対戦相手がまだ増えていくはずなんですよね。
なんでまあちょっと3回目ですかね。またなんか新しいチームが出ているのかな。ヒットメンとか。とりあえずこういうトーナメントでいろんなチームと対戦して、シミュレーターで再戦できる相手を早めに増やしておきたいんですよね。相手こいつはクイーンクワールかな。いつぞやはあのキルブラストでものすごい苦しめてきた恐ろしい相手でしたけど、今となっては余裕で倒せてしまう。ハイポーション3個、回復アイテムもあれば嬉しいけどね。さあ次、今度は爆弾。これもだいぶ前に初めてレギュラーカップハードに挑戦した時、当たった相手のチームやったかな。一度は勝ててる相手ですから、まあ、そこまで怖くはないでしょうけど。大丈夫？自爆されると怖いけど、まあ、その前に仕留められましたね。いいぞいいぞ。ハイポーション2個。ハイポーションとは別のアイテムも欲しいんだけどな。で、決勝戦の相手がファンキーディーバス。歌姫。歌姫？キノコとグクマッツですかね。ヘビ。歌うの？全くあの歌わせずに倒そうとしてますけど。やっちゃうよ。やってしまった。歌聞けなかったな。というわけでこれでまた優勝できましたね。ハイポーション優勝商品もあんまり美味しくない気がするけど。守りのベール、まあ、これはいいかも。さあこれで3回優勝して、ちょっとあの繰り返しになっちゃいますけど、この状態でハード挑戦したらどうよ。なんか新しいチームが出てきたりしないかな。うん、またなんか見覚えのないようなチームが出てますかね。黒いシャンデリアとか、ノーマーシーっていうチームとできれば当たっておきたいんですよね。マキナパンツァー、ね、こいつがなかなかにね、美味しい相手なんで、マキナパンツァーと当たれることを祈りつつ、まずはこの黒いシャンデリアをぶっ壊しましょう。ブラックエレメントですかね。体力はそんな高くないから簡単にやられてしまった。マセギクレルのいいな。ハイポーションハイポーションはいいんだけどな。ノーマーシー初戦敗退してんじゃん。その代わりにノーリミットが来ている。ノーリミット、限界がない。こっちはこっちでまた強そうですけどね。ブリッツボールをバカスが打ってくる。見えない魔球。見えねえってのは怖いな。まあでも暗闇は効きませんからね、うちのマキナは。黙って受けろ。こっちはあれか、沈黙ですね。技名が面白い。まあでもこれ以上食らいたくないので解体します。じゃあの爆発資産。こういう大型の敵がなんかいいものくれたりするかなと思ったけど、エル爆弾6個か。使うかな。ハイポーション3個は。いいよもう。エクスポーション1個の方が嬉しい。決勝の相手は太鼓の力か。太鼓の力。亀。アダマンタイマイとはまた違うタイプの亀ですかね。結構硬い。上に、ただでさえ硬いのに防御力アップをしてくる。攻撃力アップもしてくる。バフを持った上で殴って。おお、結構痛い。けど、ま、十分、耐えられるか。アマブレイク。は、効かない。フル落と射撃。フル落と射撃やキラースパイクは、防御無視でダメージ入れてきますからね。そういう技を積極的に使ってくれれば、戦闘も早く終わりそうな感じではありますけど。電撃。有効な技をどんどん使ってくれればいいんだか。なかなか倒れんな。さすが決勝まで勝ち上がってきただけの強さではある。いくらこっちが殴られてもメガポーションが使えますからね。
回復役のコブラがやられない限りは大丈夫、まだまだ戦える。砲弾もいいダメージ入るんで、そういうのどんどん使ってもらえればいいんですけどね。まだ倒れん。それにしても敵さんは防御力アップ。まだ守りを固めていくのか。もっとそう、あのキラースパイクとかそういう技を積極的に使ってほしいんだけどね。アーマーブレイクは効かないからいいよ。そうそう、キラースパイクとフルオート射撃と、あと砲弾ね。ガンガン攻めろ。回復も嬉しいけど、今はもっとなんかあの攻めに出てほしい。お、立った。立ってブレスを吐いた。これはさすがに痛い。向こうも追い詰められてるってことなんですかね。あー、コブラしまった。よくもコブラを。コブラがいなくなると回復ができない。こっちがやられる前に倒せたね。仇は撃ったよコブラ。いやー、恐ろしい相手でしたね。エクスポーション2個くれたのは嬉しいですけども。さあ、これで4度目の優勝。ハイポーション3個いいってば。そういうのは魔物人生ボーナスをもう多分十分もらってると思う。おまけのアクセサリーの方がなんか嬉しいよな。とりあえず4回優勝してるわけなんですけど、もうちょっとしばらくね、このレギュラーカップハードを周回して目当てのチームと当たれるまで頑張ってみようと思います。というわけでハードね開始したんですけど、いきなり初戦で相手が牛江さん一家じゃないか。ギルブラストン耐えながら頑張ってくれたね、キマイラさん一家。こんな形で再会するとは。対戦相手として当たった以上は容赦なくやらせてもらうよ。お母さんのボディにキラースパイクが突き刺さる。サンダガはいかんよ。お、耐えるな牛江さん。本当にあの昔の仲間にも容赦がないよな。で、次の相手がヘルブリーダーズ。こいつとも結構なんか当たってみたかったんですよね。ヘルブリーダーズ。ブリーダー。でっかいなんというか巨人タイプに狼2体。数が多いし、まあ1体ずつが結構な強さではあるんですけど、とりあえず頑張って倒してくれ。ハイポーション盗めた。盗めるアイテムはまあ普通な感じもしますけどね。なかなか倒れないですね。巨人はともかく、狼もなかなか体力を削りきれん。お、メガポーションいいぞ。いやー、スパイクでとりあえず狼2体は倒せて、あとはまあ巨人だけですかね。大崖殴りが結構痛いな。ちゃんとあの殴られる前に星を減らさないと、こっちがやられてしまいかね。キラースパイクとかでもっといっぺんにダメージを与えていかないと危ないんじゃないか。砲弾が130、結構耐えますね。キラースパイク、とりあえず1対3の状況に持ち込めたんであれば勝率は高いんですけども、まだ倒れない。火力はまだ足りてないってことなのかな。アーマーブレイクは効いてるみたいですから、それで防御を下げればね、ダメージも通りやすくはなるでしょうけど。電撃が結構入るな。2000ぐらい削れたか。もうこれ以上は何も持ってないから、キラースパイクだけやってくれればいいや。頑張れキラースパイクを。どんどんぶっ刺せ。よしよし。ヘルブリーダーズ倒すと経験値が2930ですね。非常にあの経験値がうまいので、まあ、今回こうしてね、あのトーナメントで当たったわけなんで、以降はシミュレーターで再戦を繰り返して経験値を稼ぐっていうこともやりやすくなりましたがね。以降のレベル上げもこれでかなりはかどりそうな気がする。
で、決勝戦がさっき戦いたいと言っていたノーマーシーですね。マキナパンツァー、だいぶ前に送り出したパンツじゃないか。次回のベル盗んだ。結構いいアクセサリーが盗めるんですよね。ガトリングばらまいてくる。星を減らしておけばダメージはそこまで痛くないですね。テズマちょっと攻撃合間を縫ってガシガシ攻めていけばいいんですけど、どうよ砲弾。プログリーダーズと比べれば HP はね減らしていきやすい相手なんですけど、まだ耐える。まずもうここまで来たら倒してしまおうぜ。アームの攻撃もそこまで痛くはないか。テイ、アーマーブレイクも入るからのコブラは、コブラはなんかフロート射撃、別にフロート射撃を打ち込む。 HP は高いですね。でも削りやすいとはいえ倒すまでが長い感じか。なんか大技放ってきそうな動きを見せている。やばいんじゃないのか。ガトリング、ソーサルビーム、ソーサルディスタンス、行ってみたかっただけ。意外とダメージ少なかったですね。でも砲弾まだ倒れん。ほんと頑丈ですね。お、やったかな。壊したっぽい。ノーマーシー、カーネージかな。っていうわけでギル1万くれるんですよね、倒すと。ヘルブリーダーズは経験値がうまいんですけど、このノーマーシーはギルがうまい。盗めたり、あと落とすアクセサリーを売ればそれでお金もさらに稼げますんでね。この2つのチームとシミュレーターで再戦できるようになればもう稼ぎもかなり楽になるでしょう。いやー頑張ったかやりましたね。というわけでトーナメントね繰り返し周回頑張ってくれたので、そろそろロビン2以外の2体も解放してあげましょうか。本当お疲れ様。